アップウォッチみたいにね、来る、のがあるとね、もうね、特に気にすることないんですけど、特に初期の段階はね、こんな感じで、最初にちょっと、これそれだけ入れておくっていうのは、実は動画投稿のあれを増やす、一つのメリットに、秘訣になります。ただ、本当は、だからこれをやっといた方がいいんですけど、今回に関してはちょっと、これをやってるとね、とか、ツリーの設定はね、手書き、手すきの時間にやっちゃうという手があるんですけど、こんな感じで、ちょっと、手がかかってしまって動画投稿に、影響が出てくるのかな。エンコード中にできたらいいんですけどね、そのあたりもね、ちょっと見極めながらやっていきたいと思います。こんな感じで、まあ、ポイントとしてはこのね、YouTube と違うのはこのコメントね、コメントを自分でね、自演音じゃないかって、ね、言わざるを得ない。自演音でもね、やっとかないと全然その、エンゲージメント変わっちゃいますんでね、コメントのその、方で検索を、コメントの新しい順で検索する人には全くもって表示されなくなっちゃうんで、ゼロだとね、そのあたりは気をつけた方がいいというところですね。で、次が4のやつがアップロードがかかりました。で、同じように、ここからちょっと作業芸ですよ。コピーして、35-3。で、35-4にして、このあたりから特に概要欄書いてねえな。書いてねえな。もう雑になってんじゃん。その頃の俺ね。今から書こうと思ったけど、ちょっと書くの大変なんでね。鉄道、どうしような。駅、散歩って文字を入れといた方がいいんですよね、こういう時。引けそうかな。で、散歩。うん、散歩系動画だよっていうのはね、これからはね、散歩系動画ですよっていうのが分かるような感じでね。そうするとタグでね、特に岐阜とか、岐阜県とか散歩とか鉄道とかだとね、一般名詞的なやつとか、あとはね、よく使うのが、その、いわゆるタグ用語みたいなのがあるんですよね。限りなくアウトに近いアウトとか、限りなくアウトに近いセーフとかね、いろいろとね、やってみたシリーズとかね、そういったような、ニコ動用語的なね、ものとかもあるんで、そのあたりはね、もう正直言って語彙力が問われるところになってくるのかなと思いますけど、まあ、言うてね、昔から使ってる言葉だったら私もね、それなりにわかるんでね、それに合うなっていうやつは、またね、追加でいろいろと入れていきたいなと思います。うん、35のようね、しばらく投稿できますね。よし、OK。共通説明文出したらな。よし。そう、共通説明文だけね、入れるのね、忘れがちになるんでね、そこちょっと気をつけながらやっていこうと思います。で、この、待っている間に、さっきコメントがまだ入れてないやつは、あと中でウップウップって入ってればいいんですけど、入ってないとね、ここでウップ入れておきましょう。今からもうちょっと遅くなってきたんで、あんまり大きな声出せません。これ一通り出たかな。そこら辺で言うとね、だいぶちょっと変わってきますよね、ということですね。で、もうちょっと何ができるかな。さっきのコンテンツツリーかな。あといじれるところって言うと。これ一応いじってあるのは35-4の方がいい。ただ、今、タグがもうマックス開いてあるんでね、あんまり開きれないんですよ。9、8、まあ、こんな感じでね、もうね、うちの場合はもう全部自分で作ってるやつなんで、オリジナル表面をもうポチポチ押していくだけの作業芸ではありますけどね、ちなみにこれ、コンテンツツリー出すときは、コントロールボタンを押しながら、新しいタグを開いた方がいいです。でないと、わかりにくくなっちゃいますね。最初の、動画投稿の最初画面に戻ってしまうんで、
その、作業のね、やつがね、ちょっと分かりにくくなっちゃうっていうところがありますんで、これはもう、あ、ここからもしてある。あ、もうおじらしょもしてあるわ。あ、で、違う。今投稿終わったやつね、順次公開してるやつはできてないんで、コンテンツ、次、ちょっと1からやっていかんと分からなくないですよな。3号の1から、コンテンツ、次。あ、ちなみにその、収益化のね、その、申請してなかったらね、なんや、ね、フレッシュなね、再生数の時にね、稼ぎがやんじゃないかと思うかもしれませんけど、後からじゃんけんでき、後出しじゃんけんできます。そこに関しては。あ、ちなみにもこれ、こんな感じで、お時間表明をしましたけど、一回こっちの画面に行っちゃうとね、ニコニコモーツの方に行っちゃうんで、動画のね、画面とちょっと変わっちゃうんですよね。そう。なんで、ちょっと、一回、ちょっと戻っていかないといけなくなるんで、よいしょ。なんでタブは押しといた方がいいかなと思います。その方がやりやすいです。で、なんだっけ、1は終わってる ?1 が終わってるんだっけ、表明してあるね。で、2。サムネとかだからかな。次が4ですね。ちなみにこういう時ちょっとね、メモ用紙とかにね、十字架で、正の字でね、書いておくっていう、のが、原始的ですけどね、一番わかりやすいです。まで行って、2、3まで行きますよ、と。よし。このね、収益化に関するところは、いわゆるニコニコモンズっていうところでまとめてあって、動画以外のね、コンテンツも、ですから収益化の対象にすることができるということなんで、動画の管理はニコニコ動画。で、他のその収益関連のところはニコニコモンズっていう感じで分かれてるんで、そこはね、ちょっと、独特かもしれませんね。そうするとシリーズがね、こういうふうに分かれて出てくるんで、案外この、ぐちゃぐちゃ投稿しても、シリーズさえちゃんと統一しておけば、案外 いけますね。で、4が終わったんで、次5のやつ見ましょうか。何も書いてないんだな。で、富田屋の、ね、やつですね。フードセンター、富田屋って言ってね、私はよくありましたけどね。さあ、どうかな。これで投稿そろそろできるかな。こんな感じでサムネイル準備しておいて、登録中に変わったんでもうすぐですね。あ、できた。じゃあ次のやつ行きましょう。4が終わって次5ですね。まあこんな感じで、ぼちぼちとどんどんと動画の方を投稿していきます。これがこれよ、あと、23時間30分やるの、マジで。しんどくね、これ。あれ、しんどいぞ、これ。きっと。いやー、バカなこと始めましたね。これもうちょっと伸びるかな。で、どこだっけ、これ。今、池の駅。北高度駅で、まあ、これも散歩効果だし、で、駅に命中したら、この辺りでいいでしょう。よし、同じでいいや。すごい勢いで増えてきますね。この辺の作業はね、もう、撫でてしまえば。で、その間にコモンズ入れて、あ、もう時間表明したか。コモンズ入れて、あ、こっちか。13個のとこに。よいしょ。まあこんな感じでね、もう、この辺りでね、とりあえず、序盤のね、取れたから作った気分になってるんで、多分、黙々と夜中ですね、あまりね、大きな声がしませんからね、やって、いいかなと思います。
まあ、ちなみに投稿がね、完了したやつはこんな感じでね、できますよ。ということで、まあ、まだね、投稿入るってあれね、これスコアっていうのが、そのポイントになってくるみたいですね。1ポイント1になるかちょっとわかりませんけど、1ポイント1円じゃないのかもしれません。ちゃんと見ても、もう、今は何をしてるんであるんですけど、1ポイント1円で、この辺りができるよっていうことらしいですね。なのかな、ちょっと違うかもしれません。さっきね、ポイントをね、ちらっと見てみてたんですよ。ただね、そうするとね、1ポイント1円の換算だと、ちょっと多くないっていう感じの数字になってるんで、再生数に対してね、そんなにつくっていう感じになってたんで、1ポイント1円じゃないかもしれません。うん。